どうもねずっちです。昨日ですね、エンゼルスの大谷翔平選手が、初登板で見事初勝利を挙げましたね。6イニングを3失点、見事なクオリティスタートだと思いますけどね。キャンプの時にね、なかなか結果が出なくてですね、結構辛辣に、言われたりなんかしてましたけどね。でも開幕して、さすがですね、ここでちゃんと適応していくっていうのは本当すごいなと思いますね。まあ大谷選手ももちろんすごいんですけどね、キャンプオープン戦とですね、マイナーに落とすことなく使い続けた首脳陣もすごいと思いますね。監督は常にね、良くなってきてるということを言っていましたからね。まあ今回のピッチングでね、大谷選手の評価もそして投球も高騰したでしょうね。まあ本当にこっから二刀流の伝説が始まりますからね、ぜひ頑張ってもらいたいです。例えて言うならね、もうどんどんね、大盤振る舞いの大安売りをしてほしいね。どういうことかって、とにかく投げ打ってね。ねずっちです。ではまた。